everyone! Welcome to Ecom Standard 40! Ecom 英語基本表現40へようこそ。ここではオンラインレッスンでよく使われる40の基本表現を紹介します。重要な構文もたくさん出てきますので、よく聞いてしっかり覚えて、ぜひ授業で使ってみてくださいね。それでは Let's begin! 今日習う表現は I like apples. I like apples. ここで重要なのは apples は複数形になってます。I like apple って言ったら、それアップルブランドが好きですという意味になります。また I like an apple なら、とあるリンゴが好きですという意味になりますので、あんまり使いません。また I like the apple と言ったら、そこのリンゴが好きですという意味になります。なので基本的に複数形を使って I like apples と言います。これを気をつけましょうね。それでは対話文を見てみましょう。 I like strawberries. Me too. I like baseball. I prefer tennis. ここでは最初の対話文で I like strawberries. Strawberries は複数形になってますね。でも2番目の対話文でBaseball は単数形になってますね。これはなぜでしょうか？ここは数えられる名詞と数えられない名詞の違いです。数えられる名詞の場合は、必ず I like を使うとき複数形になります。数えられない名詞の場合は複数形がありませんので、そのまま単数形を使います。さて、ここで練習問題を出します。I like と犬、dog を言いたい場合はどうなりますか？複数形ですか？単数形ですか？ dog は数えられる名詞ですので I like dogs になります。次、beer の場合はどうなりますか？はい。I like beer となります。beer は数えられない名詞ですので、そのままになります。最後に、ちょっと難しいですが、頑張りましょう。music の場合はどうなりますか？はい、music も数えられない名詞ですので、I like music となります。しっかり覚えましょうね。それでは、また次回。Until next time, see you!